せました。宮崎赤い位置、山本浩介上がってきました。戻して山田シュートまでいけるか。前では松浦シュートに行った決まった。山田のシュートが決まりました。惜しいゴールでしたね。完全に横浜 F・ マリノスを今日ついたというようなシュート、決まって山口フランキング下がってきました。勝ちたい、試合始まったらワントップだったんで、ちょっと思うと違ったなということで悩んでると思うんですけど、レノンシュートだった。ゴール上野が2点目、素晴らしいシュートを決めました。これシュート入りましたね。2回目です。見ていただきたいんですが、小野さん、
はい、we'll be right back.
くりした、これは本当。シュートはポスト、まだあります。中村俊輔シュートを狙う、うおー、すごい、いやー落ちたね今。中村俊輔のスーパーゴールが突き刺さった。いやシュートの意識が本当に高くなりましたね。ボールを拾ってこのショートパスは巧み、うん、イエナが入れて、そして中にチャンスきた。すごい、これは素晴らしい、素晴らしいですね。大島決め、高い位置からプレスに来る大宮に対して、そこを回帰って、両バックの裏を取る、左シュートを打ってきた。先制点は大宮、金沢市。いや、スーパーですよ。ハーフウェイラインから、スーパーゴールを。
がありますが、フリーキック、岩本のこのフリーキックの左足も非常に強いものがあります。シルビーニョという選択肢もありますが、岩本が自分でいく、岩本この試合が初めてのシュートが得点に結びつきました。すごいシュートでしたね。フリーキックの名手木村梶さんも大きい声でしたけども、今勝負を決めるのか。小笠原と決めた、アントラーズ年間チャンピオン、バンズはも動けませんでした。プレーの質といい、すごいね。